皆さんどうも、ひでちゃんひでかずです。今回ですね、ここにゼノアのくるくるカッターが2台あります。バーハンドルタイプとループハンドルタイプの2機種があります。これどちらもなんですけど 30cc モデルとなります。本当に、ね、貸してくれた相沢さんと宮沢造園さん、本当にありがとうございます。もうこちらの機種ですけど、本当にトルクの立ち上がりっていうんですかね、もう中低速がものすごく分厚くて、本当にちょっと感動した機種なんですけれども、まあ、その機種が、まあ、バーハンドルとあとループハンドルでどういう風に違うのか、ちょっと今日は見ていきたいと思います。それでは参りましょう。はい、それでは買ってみましたけど、調整がすごく簡単だったんですよ。レバーなんですけど、回すだけなので、これかなりね、いいですね。複数人数とかでやるときには、ものすごくいいと思います。これ、バーハンドルのバーなんですけども、これを回すと、こう動くんですよ。稼働して、こう動かせるっていう。これは便利ですね。あと、こちらのアクセルレバーも、ここもこの根元のところですね。これを回すだけで、こういう風にもうすぐ稼働ができるんですよ。これはね、便利だなと思いました。あとは U 字ハンドルのように結構広範囲で枯れますね。可動域が広いです。あと、ごめんなさい、実は今回ちょっと調整不足なんです。何回も合わせるんですけど、やっぱりしっくり、ここのその肘にこうビシッと当たって、荷重がかかって、こう何て言うんですか、その刈り上げたり刈り下げたり刈るっていうのが今回実はできてないんです。で、なんでかなっていうふうに思うんですけど、ロングシャフトだとぴったりはまるんですよね。これのロングシャフトも使ったことがあるんですけど、通常タイプだとやっぱりちょっと足りなくて当たんないんですよ。もっと調整追い込んで、もう全部を追い込んでいけばいいと思うんですけど、さすがに借りたもので、そこまでちょっと調整もちょっと難しいので、まあ、この程度ぐらいなんですけど、ただはまればすごく借りやすいかなというふうに思いますね。ものすごく作業性上がると思います。あとは細かいところですかね。やっぱりまだこれ慣れてないのもあるんですけど、ループハンドルばっかりずっとやってたので、細かいところはね、若干やりにくいなっていうふうに思いました。ループハンドルの方が手でこういろいろできるので、そっちはすごく便利だなと思うんですけど、こっちはね、そういうところではちょっと難しいかなっていうふうに思いました。なので、なんて言ったらいいんですかね、 U 字型ハンドルとループ型ハンドルのどっちかっていうと、なんか中間的な存在かなっていう感じがします。
はい、それではループハンドルで買ってみましたけれども、起伏のやっぱり激しいところであったり、乗り面っていうところはものすごくやっぱり借りやすいですね。あと反面こう手でこう作業しやすくなるので、結構手が疲れやすいっていうのがあったりしますかね。まあその手が疲れにくいためになんですけど、前視聴者の方に教えていただいたんですけど、ループハンドルやるとき右手の方をこの腰のあたり持って、こんな形でこういうようなイメージっていうんですかね。こういうふうに、刈るといいよっていうふうに教わって、これをやるようになってからかなり良くなってました。あと広い面積を刈る場合なんですけど、やっぱり U 字ハンドルであったり、バーハンドルの方が、可動範囲広いんですよね。こっちだと可動範囲狭いので、やっぱりそういうところで作業効率は落ちると思います。あとバーハンドルだとか、U 字ハンドルのように、こう、力をこう、支点っていうんですかね。U 字だったら両手ですし、バーハンドルだとここのその、肘の部分で、ぐっとこう、引っ張り上げたりとかする力が、やっぱりこっち弱いんですよね。ちょっとこう、持ってるような程度なので、かなり弱いので、そういう時にやっぱり腰にこう、ぐっと当てながら刈るしかないんですけど、それでもやっぱり弱いと思いますね。力をかけるっていうところが難しいと思います。あとはやっぱりそのキックバックですよね。そこがちょっと怖いんですけど、足元にヒャッとちょっと来そうになったりするので、そこが要注意ですね。ただやっぱりこのタイプですけど、本当にその細かいその作業っていうんですかね、あと乗り面も含めてですけど、そういったものにはやっぱりすごくいいなっていうふうには思ってます。狭い場所の草刈りですけど、この U 字型ハンドルだと右左に振るので、こういう狭い場所ではちょっと難しいですね、刈るの。まあちょっとこういうふうにずらしたり、いろいろこうしないと、ちょっと枯れない感じですね。このままはちょっといけない。狭いところはちょっと難しいですね。で、ループハンドルですけど、まあ上下であったり、まああと自由自在に上下の動かせるので、まあ刈っていってもこのまま、狭いところも刈りやすいですね。引っかかることなく刈っていけると思います。狭いところはもう、まるっきりこのループハンドル、すごく刈りやすいですね。U 字型ハンドルだったら狭いところ、こう、体ごといろいろこう動かしながら進まないと、固定されてるので、両手で。これはやっぱりループハンドルいいですよね。はい。で、あと、ここからが本題ですけど、やっぱりこのゼノアのこの 30cc のくるくるカッターのタイプですけど、本当に中低速がすごくて、刈りやすいですね。ちょっと背の高い草のところに行っても、ちょっとこう刈り負けたかなと思うとすぐにまたこうトルクがヒュンとこう立ち上がってまたこう速い回転までこうスラッと上がっていくのでこれね本当にいいなというふうに思います。なので結構細かなところっていうんですかね、障害物だとかたくさんあるようなところで、ちょっとこう、そのストップ&ゴーっていうか止めたり、またはあとすぐにこう、回転数を落としたりこうする場面があると思うんです。そういうところにはこれものすごくいいなというふうに思いました。あんまりにもすごいので、低速で買ってても中速と思って、中速だと、あれ、もう高速かなと思って、ちょっと怖くなるぐらい、立ち上がりがいいんですけど、これ、そこがすごいなというふうに思います。もう、お借りした機種ですけれども、ビミでした。美味しくいただきました。ありがとうございます。草刈りひでチャンネルって、動画の中身ちょっとずつ良くなってるんじゃないのっていうふうに、もし思った方はもう、いいねボタンと、あと、チャンネル登録をぜひ、よろしくお願いいたします。やる気が湧き上がってきまして、どんどん挑戦したい気持ちになってきますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、次の動画で会いましょう。